阪ヤベッサ背番号8番の角野亮吾です。きっかけは自分の家の近くの小学校でミニバスケットボールをやっていて、僕のお兄ちゃんの友達がそこに所属してて、その人と遊んでる間に僕背が大きかったんで、まあ、来てみればみたいに言われてのがきっかけですね。前までは15とか18とかが好きだったんですけど、こうプロになるにあたって新しい何か番号がいいなって思って、8番、まあ、コービーブライアント選手が好きなんで、そういうのもあって8番にしました。まあ、基本的に全員仲いいんですけど、プライベートで一番長くいるのは中村ひろむですか。温泉行ったり、なんか鍋食べたり。ハイブームはまあ、アニメ僕すごい好きなんで、アニメ見たりとか、趣味がでも本当にあんまないんで、何かあればじゃあ DM ください。配給です。知人に紹介されて、僕あんまりアーティストでこう聞かなかったんですけど、あの好きな歌でこう撮ったんですけど、ダウンロードしたりとかはしたんですけど、ラッドウィンプスはなんかその言われてから結構意識して新曲聴いたりとかしてます。牛タンは特にないですね。何でも食べる。何でも食べます。忍者ですね。ちっちゃい頃ナルト見ててずっとこういう走り方してました。ホームの三河との試合ですかね。少ないプレータイムの中でしっかり点が取れたことですね。点を取るっていうのが、まあ、僕本来一番やりたいことなんで、自分の中でやっぱりそれが表現できたのがその試合だったかなと。ブースターの皆さん、いつも応援ありがとうございます。コロナの中ですが、たくさんの方々が毎試合毎試合足を運んでくださっているのを選手全員感謝しています。シーズン終盤になりましたが、これからチャンピオンシップ出場、そして優勝に向けてより一層頑張っていきたいと思いますので、応援よろしくお願いします。 GO! ヤベッサ!大阪ヤベッサの3番エリット・ドンリーです。あ、お兄ちゃんがバスケやってて、やっぱりなんか6年上で僕いつも負けてたんで、何でもそれでバスケだけはもっと上手になりたいと思ってて始めました。昔から3番使ってたんですけど、まあ、ドウェイ・ウェイドが一番好きな選手だったんで3番だったんで、それで3番できました。多分ジョシュ・ハリルソン、まあ、僕の先輩として結構一緒にいろんな食べたり話してます。もう何でもバスケやテレビゲームとかいろんなこと結構話してますね。普通にアパートとかにいて、ネットフリックスや YouTube しかそういうことしかしてないです。最近ラストチャンス U っていう、アメリカでなんか大学なんですけど、なんかどうやって言うんだろう、英語だとジュニアカレッジって言って、そういう選手についてなんかリアリティショーみたいな感じで、それ最近見てました。歌手として
フランク・オーシャンっていう歌手がいて、とアイザイア・ロシャーっていうラッパー、その2人かな。最近はあんまり見たいけど、前のはハンター、ハンターかな。まず嫌いな食べ物はセロリ。あんまり好きじゃない。好きな食べ物は別に、まあ結構あるけど、お寿司とかラーメンとかパスタ系もの。先週末の名古屋の1試合目から一番よくできたと思います。まあシュートも決めてたり、リバウンドもしたり、まあいろいろ、まあみんな結構調子良かったんで、それで、まあ僕自身として、まあもっと動きがいい感じもしました。まあスリーかスピンムーブかな、その2つの間、多分一番、僕はもう、それが一番やってるかなと思ってるんですけど、ぜひ見てください。今年応援してくれてありがとうございます。これからも応援してください。ありがとうございます。